ズビグネフ・ブレジンスキー、ズビグネフ・カジミエシュ、ブレジンスキー、ズビグネフ・コジミールジア・ブレジンスキー、または、ブラジアインスキー、1928年3月28日から2017年5月26日は、アメリカ在住の政治学者。1966年から1968年まで、リンドン・ジョンソン大統領の大統領顧問を務め、 1977年から1981年まで、カーター政権時の第10代国家安全保障問題担当大統領補佐、官を務めたことで知られる。ポーランド出身、カナダ育ち。1958年にアメリカ市民権を取得。ポーランドのワルシャワに、ズビグニエフ・カジミエシュ・ブジェジンスキ、として生まれる。ブジェジンスキ家は、現在は、 ウクライナ領となっている、ブジェジャヌイ、ブルツェゼイニーを固置し、三つのホルンをあしらった、トロンビー文章を持つポーランドの名門シュラフタ。外交官だった父タデウシュ・ブジェジンスキは1931年から1935年まで、ベルリンに不妊、ズビグニエフも、父と共にドイツで過ごし、アドルフ・ヒトラー率いるナチス党の台頭と、その強引な政治史を目撃した。 その後、タデウシュは、一家と共に、モスクワに赴任。当時のソビエト連邦では、ヨシフ・スターリンによる、大粛清の嵐が吹き荒れており、ズビグニエフは、またもや独裁者による、恐怖政治を目撃することになった。その後、父タデウシュは、1938年に、カナダへ赴任することになり、一家もカナダに、移住。1939年に、ドイツがポーランドに侵攻したため、 一家はポーランドに帰国できなくなった。第二次世界大戦後も共産主義者によって祖国ポーランドが支配されたため帰国が実現することはなかった。カナダで成長したブレジンスキーはマギル大学で学部と大学院修士課程を修了しハーバード大学大学院に進学する。ハーバード大学大学院では同じく欧州からの移住者であった。 政治学者カーフリードリッヒに支持し、1953年に博士号を取得する。さらに後に、駐日大使となる、日本生まれの東洋史研究者のエドウィン・オーライシャワーにも学んだ。学位取得後は、ハーバード大学で教鞭を取ったが、手には終身雇用を得ることができなかったことから、コロンビア大学に移り、同学の教授、1960年から1989年、 そして、共産主義権の政治、外の研究を行う。ブレジンスキーは1950年代より、ソ連の政治体制を、1全体主義イデオロギーの支持、2一党、独裁、3秘密警察組織の浸透、4マスコミュニケーション手段の体制による支配、5武力の体制による独占、6中央集権的統制経済などの特徴を有する全体主義体制の一つであり、 従来の独裁や権威主義体制とは異なるものと位置づけた。1940年代まで全体主義という概念はナチスト政権下のドイツやファシスト政権下のイタリアを論じるために用いられる一方、ソ連研究には用いられていなかった概念であり、ブレジンスキーの研究は同時代に発表されたハンナー・アーレントの全体主義の起源などと交互する形で、 これらの体制間の比較研究に地平を開くこととなった。また、1971年には日本に半年間在住した後に急速な経済発展を遂げた日本が政治外交領域では未だに独立した行動を取る力を持っていないひ弱な花であると論じ、日本で大きな注目を浴びた。冷戦後に発表したブレジンスキーの世界はこう動くでも日本に対する 基本的な見方は継承されている。研究の一方、1960年の大統領、選挙以降、歴代大統領選で民主党候補者陣営の外交問題顧問に加わる、日米を三局委員会の創設に携わるなど、実務面でも力を発揮した。この面では、共和党と深い関係を持っていたヘンリー・キッシンジャーと、並び称されることが多い。 1976年の大統領選において、カーターの外交政策アドバイザーを務め、カーター政権発足後に国家安全保障問題担当大統領補佐官に就任。反共主義者である一方で、中華人民共和国との米中国交正常化に取り組み、後に G2 論者にもなっていることから、対中関係を重視していたとされる。 派と派の多い民主党の中では異色の高派、リベラルホークでもあり、政権内ではサイラス・バンス国務長官と外交政策をめぐって対立することが多く、バンスは中華人民共和国との会談の場でも阻害されるようになり、1979年のイランアメリカ大使館人質事件の対応をめぐって、対立は決定的になった。結局、カーターの信任を勝ち取ったのは、 ブレジンスキーで、バンスは、政権から追い出される形で1980年に、辞任することになった。公認の国務長官には、故郷ポーランドからの移民の子であるエドマンド・マスキー、上院議員を支持する。後にはマスキーを、民主党大統領候補に推している。さらに、レフ・バウェンサをリーダーに、ソ連による支配に対抗した、ポーランドの独立自主管理労働組合、連帯を、 積極的に支持し、ポーランド出身だった当時のローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世も密に連絡を取り合っていたため、事実上1989年の東欧革命への最大の黒幕とも言われている。カーター政権退陣後も現実政治との密接な関わりを持ち、ジョンズ・ホープキンス大学高等国際問題研究大学院、意の教授を務める傍ら、 戦略国際問題研究所顧問として、チェチェンに平和アメリカ委員会の共同代表を務めた。いわゆるネオコンとは、連絡を取り合いながらも一線を画していた。2008年の大統領選で当選する民主党候補、バラク・オバマ陣営の外交顧問を務めるなど、現代アメリカ政治に、臨前たる力を及ぼしていた。2013年には、 シリア内戦に対するアメリカの武力介入への反対を表明しており、オバマ政権は結局シリアへの攻撃を諦めた。2016年には民間人としては最高栄誉のアメリカ国防総省公共サービス栄誉賞を受賞した。2017年5月26日にバージニア州の病院において89歳で死去したと報道された。その実績から、 ヘンリー・キッシンジャー元国務長官と並ぶ戦略思想家だったとする評価もされている。1990年2月、NHK の特別番組、90年代ソビエトはドーナルに出演する。同番組は、米ソ両国の要人が偶然にも日本に滞在していることを知った NHK が企画した特別番組で、ブレジンスキーはゴルバチョフ側近として知られたソ連外務省。 情報局長と対談を行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。